ウェイトバンタロットの吊るされた男、マルセイユバンタロットの吊るされた男、吊るされた男は、タロットの大アルカナに属するカードの一枚。吊るし人、吊られた男、死刑囚、刑事者,者とも呼ばれる。カード番号は12。前のカードは、ウェイトバンが正義、マルセイユバンが力。次のカードは、ウェイトマルセイユの両番とも13死神。 アーサー・エドワード・ウェイとのタロット使いにおける解説では、英知、身長、試練、直感を意味するとされる。ヘブライ文字はメム、ただし、複数の移説がある。黄金の世はけガの説では、ケブラートほどのセフィラを結合する鏡に関連付けられる。以下のような小説がある。イタリアの古いタロットカードの中には、この逆さつりの人物に、金の入った袋を持たせ、 反逆者というタイトルをつけるものもある。すなわち、ユダである。マルセイユ版の構図に注目すると、恋人のカードと同じ構図が確認できる。象徴的に樹木は母性であり、この2枚ともが2本の樹木に挟まれた身動きの取れなく、なっている男を表している。また両側に伸びる樹木は枝を切り揃えられており、切り口は1本につき6つ、合わせて12となる。 樹木のもとに地面が見られ、吊られている男の頭部は他人のような場所で両側の地面より低い位置に描かれている。こうした危機的状況にもかかわらず、男の表情は素直にこの状況を受け入れているかのように凛としたものであり、この男自身が望んでこの状況を招き入れたことを暗示している。つまりこの絵に描かれているのは単純な恥ずかしめのための刑罰ではなく、 通過儀礼の儀式であろうことが伺える。君んだ足の形はカバラにおいて物質世界を表す四、同じく手は精神世界を表す三になっており、現状は物質が精神の上に置かれた状態を表し、精神が物質を超えた21世界と対比される。また、このカードを逆さまに置き換えて眺めてみると、追い詰められた状況にいた男の姿が一転して、 ほんのり笑みを浮かべた表情へと変わり、その姿は片足で超絶的なバランスを取りながらダンスを踊っているように見える。このことから男はやがて通過儀礼の儀式を終えさらなる高みへと進むであろうことが暗示されており、この絵の状況が決して避けて通ることのできないもので、あることを示す一つの要因となっている。ウェートバンタロットでは描かれている人物は、 北欧神話の最高神、オーディンをモチーフにしている。オーディンは、ルーン文字の解読方法を知るために、世界樹、ユグドラシルの枝から9日間に渡り首を吊り続けたが、縄が切れて、一命を取り留めたと神話では伝えられている。実質吊るされた場所は処刑場ではなく、生命の息吹を感じさせるものとして芽吹いている。タウ十字に仇された木々のため、吊るされた。 人物自身も何らかの希望を持っており、それを生み出すために瞑想していると解釈する人もいる。ウェイト博士曰く足の形は4ではなく万字を形作っており、ここには神と人間の世界についての関係が示されているとのことである。また人物の頭の後ろに光るものは光輪であり、吊るされている人物の光輪がその吊るしている 木々の芽吹きを促進させているほどの行為を成し遂げ、それを悟ったことが表し示されていると言われる。この降臨は、十四節制の天使の頭の後ろにも描かれていて、十三死神を挟んだ前後の札二枚の降臨は、生死の狭間を体験する者にはすでに栄誉を与えられている可能性があると信じられている。黄金の夜明け団は、吊るされた男を、 天秤座に対応させる旧来の説を破り4、大元素の水を象徴するとしたため、十二星座の配列が乱れ、後に8番と11番を入れ替えることにつながった。ポール・フォスターケースの修正説では、水の元素説を排して、海王星に差し替えられている。日本の唐島吉夫は、海王星を主としつつも土星も加えた。土星説は、バシリードの説である。 ありがとうございます。